車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。岡です、よろしくお願いします。ちょっと車両紹介の前にいいですか？はい。今回は長くなります。はい、もう、はい、早く帰りたいです。あの絶対長くなるんで、はい、あの動画に関してはチャプターをつけておきます。なんで見たいところだけ見ていただいてもいいんじゃないかなと思います、はい、というわけで、はい、参りましょう。今回紹介する車はこちらでございます、はい、ブラバス 900XLP 1 of 10、はい、あのもうとてつもない車が来ましたね、はい、もうねドイツツアーのはい、岡ちゃんの暴走だとかなんとか、そこから行きましょう。じゃ あそこから行く、はい、まあ、車の紹介、はい、まあ、端から見ていたいんですけども、はい、その前にこの車のストーリーから、はい、これ遡ること去年の5月、はい、ドイツ出張に行かせていただいて、はい、あのドイツ出張の目的としては、はい、ブラバスの新車発表会、はい、シグネチャーナイトへの参加、はい、あとはまあ、いろんなうちの取引先、そう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 、はい、いろいろ回ろうということで、はい、まあ、大体2週間ぐらいですかね。そうですね、2週間行きましたね。ドイツ出張に行かせていただいて、はい、その中で、はい、まあ、ハンブルクっていうドイツ北部の町、うん、まあ、いろいろ取引先だったりとか、はい、そうですね、まあ、見たいお店があるぞということで、はい、まあ、行ったんですけども、はい、そこでたまたまありました、はい、見つけた車。そうです、それもたまたま見つけたというよりかは、はい、どうにかこうにか見つけ出した車。そう、まずそのラグジュアリーカーズハンブルクっていう、まあ、言ったら車屋さんですよね、はい、高級車をメイン で、そうですね、取り扱ってる車屋さんで、そこに行こうって言って行ったらもう閉店だって言われたんですよね。閉店の時間だったんですよね。でちょっと見るだけって言って見せてもらったんですよね。そう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 、そうで見せてもらったら結構あのウルティメとかボンドでよく扱ってるような、それこそベンテーガとか S とかゲレンデとか、 その辺があったんですけど、あとびっくりしたのがあのブラバスコンプリートの数。そう、そうだから GLE63 と、ね、まあ、ブラバスの800とか結構ありましたし、そういろいろ。それ後で聞いて分かったんですけど、ドイツで一番売ってるブラバスのディーラーだったということで、うん、あれ世界じゃなかった？世界で一番売ってるの？確か世界で一番ブラバスのコンプリートカーを売ってるっていうので表彰されてましたもんね、うんうん、はい、っていうとてつもないお店だった。そうです。でそこに置いてあったのがこちらの車。ここです、はいはい、でまあ、さすがにね最初見た時はもう興味本位でやっぱりいろいろ面白いじゃないですか。確かに、ね、見たことない状態になってますからね。でいろいろ見て、まあ、写真いっぱい撮って、であのみんなでわちゃわちゃ見てる時にあのこっそりお客さんに時差を気にせず写真を送り、はい、日本時間夜中の1時半に、僕らは夕方だったんですよね。そうですね、はい、夕方でバーって送って、でそこでいろいろ見していただいて、あと社長もねちょっと挨拶させてもらって、なんか社長のあれロールスがなんかすごい緑色のロールス、世界に一台、そう世界に一台しかない、もうこんなん誰が買うんだみたいなやつでしたけど、はい、で次のところ行こうって言ってみんなでねレンタカー一台乗ってバーって行ってる時に、岡が後部座席でずっとお客さんと LINE してて面白い車がありますよ、そうこんなのどうですか、これ何って来て、でちなみにオーナー様は年間うちで30台ぐらい買ってます。はい、30台ぐらい買ってます。毎週じゃん。そう、毎月、うん、3台ぐらいと。毎月3台ぐらい、はあ、常に動かしてるのが3台なんですよ。でそれがこれがあれに変わり、これがこれに変わりみたいな。で、まあ、あのお客さんが好きで買う車もあれば、こんなん来ましたから乗っときませんって言って、あじゃあもらっとくっていう車もあるんですけど、まあ、なんで行ったかっていうと、ゲレンデ、現行ゲレンデでもう5台ぐらい乗ってるんですよ、オーナーさんが。だしかもその5台もノーマルもないし限定車ばっかり、20周年のアニバーサリーとか、もうアニバーサリーなんてマットとツヤありと両方乗りましたし、あと あれ何でしたっけ、マニュファクチャーエディション、うん、初めてマニュファクチャーで出たあのマットオリーブグリーン、うん、あれも乗りましたし、でちょうどお客さんが乗ってたのが400のマニューエディション、うん、モハーベシルバーの、すごい登録台数は少ないんですよ、モハーベシルバーのマニューって珍しかったんですけど、それで交差点でお客さん信号待ちしてました、うん、横にノーマルの G63 が来ました、うん、
でお客さんの400もいじってたんですよ、こうホイール変わってたりとかちょっとエアロついてたりしてたんですけど、まあ、横に来た G6 さんが左ハンドルでお客さんの400で右ハンドル、じゃあなんか横に若いお姉ちゃんを乗せて、まあ、グラサンかけた感じでなんかこうチラッとそのお客さんの車を見てでこうなんか喋ってハハハみたいな反応だったらしいんですよ。でお客さん勝手にバカにされたと思ってでその日に400売りました。本当に、はい、で俺ゲレンデはいっぱい乗ってんだけどなって言ってて、でこれだったら交差点並んでも笑われないですよって絶対負けないやつ、むしろ踏み潰しちゃえばいいんですよって言いながらおはちゃんこれいくらって言って、いや一応日本に持ってきて多分登録とかして1億6000万っすねって言って、強烈やなって言っとこっかって言って10分でご制約いただいてやめとこっかじゃないんじゃないです。で10分でご制約いただいてそのレンタカーでみんなで帰ってる時にあの XLP 売れたっすよって言って全員がハッてなったってやつあの僕もなりました。そう U ターンするみたいなそうそう、でももう今日営業終了だからまたメールしとこうって言って、でそこでもう向こうにも連絡してもらって、でそのブラバスのシグネチャーナイトでまた社長と会って、すごいなんか危なそうな雰囲気の人なんですけどすっごい礼儀正しくて、まさか突然来た日本人が1億6000万円ぐらいになる、はいはい、車を買って帰ろうかと、はいはい、でしかもその直後にブラバスシグネチャーナイトで再会そうです、するとは思ってなかったと、うん、でもやっぱ表彰されてみるとすごいなと思いましたね、うんうんうん、はい、お店の方でも何台も作ってるんでね。そうですね、だから当時も1台800作ってましたもんね、うん、ゲレンデこういうとてつもないお店から、はい、まあ、仕入れさせていただいた、はい、でその続きもあって、はい、僕らの帰りの飛行機とほぼ同じぐらいのタイミングで、はい、日本にやってきた。そうです。でなんで今紹介してるかっていうと、はい、これがですね、これ僕から言っていいですか登録がめちゃくちゃ大変だったね、もうなんか勢いで買ってきちゃったらダメっていうことが分かりました。社長から小言を言われながら、はい、小言、はい、そっちはキレられたんですよねどうすんのって、まあ、いろいろあったんですけれども、はい、まあ、約半年ぐらいかかって、はい、まあ、やっぱりその持ってくると、はい、まあ、並行車だとどうしてもいろんな検査が必要で、うん、そうですね、しかもこんなびっくりドッキリメーカーなんで、はい、でまあ、前例がないんで、はい、まあ、いろいろ検査してチェックしないと登録できないということで、まあ、半年ぐらい登録にかかってしまったんですけど、はい、まあ、無事登録を得て、はい、今ナンバーもついて、そう、この下にはちゃんと日本の、はい、ナンバープレートがついてます。オートサロンにも出店させていただいて、はい、で今日改めてご紹介させていただくと。そうです。もうだから僕の中では、はい、これ紹介させていただくだけで、はい、もうストーリーがめちゃくちゃあったので、はい、もう感無量です、はいはい、というわけで前置きがだいぶ長くなりましたけど、はい、こちらの車、はい、徹底的にこの日本語で細かく紹介している動画、はい、多分どこ探しもないんで。そうですね、はい、今回はお届けしたいと思います、はい、でまず、はい、車なんですけども、はい、ベースそう G63 なんですよね。これが AMG G63。 そうです。 4x4 じゃないんですよね。ただ、はい、G63 の原型が、はい、ほぼ残ってないんですよね。そうですね、もうパッと見戦車、うん、2トントラックそうです、はい、多分純正のパーツそのまま使ってるって言ったら、はい、もう本当に外装で言ったらランプぐらい、ランプと、そうですね、ガラスとか、まあ、うん、ガラスとかその辺、ガラスもね、後ろは怪しいですもんね確かにそうです。というわけで、もう本当に全部ブラバスによって一回バラバラにされて、はい、組み直されて、はい、でなおかつ車のスタイルもガラッと変わってるスタイル、はい、だからもうフレームから違いますもんね、確かにこの子は、はいはい、というわけで全てに手が入ってる、はい、でこれどこから言えばいいですか。まずスタイリングのとこから触れていいですかそうですね、はい、めちゃくちゃざっくり言うと、はい、車が、はい、まあ、車高上がって、はい、長くなって、はい、でなおかつトラックになってる。そうです、わかりやすいで、まあ、その辺はまあ後ろメインになってくるんで、はい、まあ、順番にご紹介させていただきます。そうですね、でまず前からなんですけども、はい、まず車高が上がりすぎてですね、そうですね、車がでかい、はい、電動ステップがもともとついてるんですけどないと乗れません、はい、なんか資料を見たら、はい、最低地上高が49センチ。49センチ道の脇の縁石ぐらいだったら、はい、余裕でまたげるぐらいの車高になってる、はい、でざっくり言うと海外では発売されてる 4x4、はいはい、あれと同じ仕組みを
流してるん で、 そうです、ね、はい、まあ、大体ボンネットも僕らの目線の高さぐらい、うん、そうですねぐらいにありまして車高がグググッとアップしてると、はい、そうです。で全体的なスタイリングに関してはワイドスターの、うん、そう、まあ、進化系というかっていう感じですね。だから変速系、そう、前回りは、まあ、パッと見はワイドスター の、 あのアドベンチャー仕様ですかね、はい、というわけでワイドスターの、はい、バンパーをベースにしたこちらのバンパーがついて、はい、まあ、アドベンチャーは以前のオートサロンでも出展させていただいたので、うんうん、そうですね、はい、詳しい方もいらっしゃると思うんですけど、ここがもうむき出しになってウィンチがついてる、そうです、はい、こちらのオフロードなキット、これもごついね、はい、もうね、もうちゃんと使えるやつですもんねこれ。確かにあのナイロンのウィンチもしっかりついてる、うん、ルックスじゃなくて、はい、でここにもブラバスのロゴ入ってたり、はい、入ってますね、とかっていう風に、まあ、大体ワイドスターをいろいろ交渉してると。そうですね、だからこのグリル周りもベースはそのワイドスターを使ってって感じ、はい、ただ専用品になってるんですよね。あ、そうなんですか、はい、あ、ここここが、あ、確かに、はい、これ最近普通のキットはないの、多いですね、はい、でこれが、まあ、いわゆる900シリーズに採用されてる、うん、あ、はい、まあ、ロケットとかのシリーズに採用される、はい、こちらのグリルがついてると、はい、でこれもなんかその分解してつけてるんじゃなくて、もう一体ですもんね、で全部なってる、だ専用品になるんですね、 ここ、 だこれも全部型を当然ドライカーなので起こして全部作り直してると。でこれイルミネーションもついてるんで、はい、赤く光ります、赤く光る、はい、あとはグリルもここがカーボンになってて、はい、そうですね、赤いラインが入ってる、でしかもここにちっちゃくブラバスって入ってるという、でここもちゃんとグロスブラックになってる、確かに、はい、こんな感じの前回りになってる、はい、そしてですね、前回りもう一つポイントなのは、はい、これ実はこのグレー、はい、純正カラーじゃないんですよね。そうです、これオールペンです、はい、というわけで、はい、もう車を一回バラバラにして、はい、ドイツブラバス車で全部オールペンしてると、はい、ちなみにこちらの車は元色白でした。あ、そうなんだ、はい、ちょっとあの後で紹介するんですけど、ちょっととあるパーツをつけようと思って中バラしたら、あ、これ白だってなりました。あ、一部じゃあ元色が残ってるところも分解すればある、はい、あの外からは全く見えません。なるほど、はい、ボディカラーの名前がブラバスロケットグレーですあのロケットっていうのが、はい、まあ、いわゆるそのとんでもエンジンシリーズに付けられてたり、ね、偉大な名前、はい、900とか、はい、そのロケットの名前を取ったグレーで、はい、グレーで全部オールペンされてると、はい、だからフェンダーもここもボンネットも純正カラーでは存在しないんですよね。だからもう詳しい人が見れば、はい、あれ変わった色のゲレンデだなって。そう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 、そう、まあ、驚きポイント他にも、まあまあまあ、まず、はい、色じゃないところを突っ込むと思うんですけど、はい、というわけで前回りはこんな感じで、はい、もうガラッとガラッと変わってます。そしてパワードーム、はい、もうここまで行けばここもついてます、当然のようにこの辺もついてたりだとか、はいはい、あ、まあ、あとはナイトパッケージで全部、はい、そうですね、もうレンズ類は全部ナイトパッケージになってたりする、はい、はい、そして横に行くと、はい、もうこのスタイリング触れたいところなんですけど、そうですね、順番に行かないと分からない。一個一個行きましょう、一個一個、これ、ま、ず前はい、まず前が、フェンダーがワイドスターの進化系なんで、はい、ここがもうワイドスターじゃないんですよね。で、はい、ここが全部カーボンになってると、はい、まず、はいはい、ここからここからずっとカーボンになって、はい、そしてここも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 全部カーボン、はい、ここも全部カーボン、これすごいね。これがベースが63っていうのが分かんないです。本当だよね、はい、というわけで全部カーボン、はい、当然ドライカーボンでございます、はい、全部ドライカーボンで、そして足元、はい、こちらとんでもない足元になってる一応モノブロック Z になるんですかね、はい、でここに XLP900 って入ってます。ということは、はい、専用モデル、専用モデル、これ何が専用かというと、はい、なんとこれ見ていただけると分かるんですけど、はい、白血です、白血になってる、はい、白血って、そう、63ベースに多分ここはその 4x4 用を使ってってるんかなっていう感じな、使ってます、扱ってるんです、はい、はい、というわけでこの足回り自体が 4x4 と同じ部品を使って車高が上がってると、はいはい、あ、じゃあ 4x4 もショックは1本なんですね今は。そうです、昔2本だったじゃないですか。そうですね、そうそうそう、はい、なんでこんな感じになってる、はい、だからあの基本的にその車高が上がってるって言ってもバネで上げたりとかしてるんじゃなくて、ポータルアクスルって言ってその足回りにギアが入ってるそのやつでグッと上げてる。でバネで結局上げちゃうとアームがこう下がっちゃうんで下回りのクリアランスが取れない。だから 4x4 とかはもう足回りの機構ごと交換して車高が上がってる。だからもう下回りちょっとよく分からんすもんね。もう車の下回りを全部作り直してるのよ、はい、アームとか、ね、しかもそれをガードするアンダーガードもちゃんとついてる、ね、そういうのも全部つけてる、はい、でなおかつこれ順番に説明しますけど長くもなってる、はい、そうです、はい、というわけでとてつもない足回り、はい、でホイールはこれ22インチです、ね、22インチです、はい、
でこの赤の差し色でキャリパーも当然ブラバスになって、はい、そしてこのドデカタイヤです。そうこれあの現行はあんまりドデカタイヤ履けないんだよね。あーそうですね、あんまり履けないんですけど、この人がサイズが325-55-22、はいはい、もうこれだけ足回りが変更されてるんで、はい、このドデカ足回りも普通に履けるというそうです。これサイズ的には 4x4 と一緒だよね、はい、あーですね一緒ですね、はいはい、というわけでもうほぼ 4x4 だよね。だからですね、だからベースが63だったのがちょっとびっくりしたんですけど、でもおそらく 4x4 でベースだったらもっと登録がめんどくさかったかもしれない。あー可能性あります、ね、日本に 4x4 ってまだ入ってないんで、だから今後も入らないとかっていう、あーなんからしいですね。で海外でもなんかアメリカでも登録がめちゃくちゃ時間かかったらしくて、そうなんらしいです、はい、というわけでこんな感じの足元、はい、でその奥に見えるサスペンションは、はいはいはい、カーベ製のそうブラバスとして出してるんですよね、あのライドコントロールなんで乗り心地の調整なんかも全部できるサスペンションに変更されてると、はい、でこれアッパーアームとかも全部ベンチされて専用のものになるんですか、ね、そうそうそう全部、はいはい、そして横行くともうこの辺も全部カーボンパーツ、はい、全部、はい、全部もうこのミラーカバーもそうです、ドアノブもブラバスのロゴ入り、はい、カーボンドアノブ、あそっか、はい、ミラーカバーもカーボンになってる、はい、でモールも全部後ろまで、はい、そしてステップが、はい、これがあのザラザラのステップ、そうそうそう、あのオフロードで結構人気のこれ、あの踏み外したらマジ死にますこれあの夏とかやばいです、はい、それもいっちゃう、スケボーの表面みたいな、あそんな感じ、そんな感じ、ザラザラの塗装がされてる、はい、でこれ驚くことなかれ、はい、これ長くないですか、これ長いです、ロングです、だこれもちゃんと、はい、延長されてる、そう言ったら一本もんで作ってるんですよね、ブラバスすごいですよね、そこがだからこれも本当にゼロから起こしてやり直した、はい、でこの電動サイドステップ、はいはい、そうこれ出しましょうか、はい、はい、これは割とおなじみなんで、はいはい、まあ、いろいろ長さありますけど、はい、ついてるよっていう方も多いと思いますけど、ブラバス製なんですよね、ブラバスロゴが入っている、これ長くないですか、そうなんです、ね、あの通常63ってここにマフラーなんで、はいはいはい、ショートバージョンしかつかないはずなんですけど、はい、あの今回車が長くなってますのでロングバージョンがつけれるといってそう確か50センチ長くなってますかね、そうですというわけで、はい、こんな電動サイドもついてると、はい、そしてその関係でマフラーも後ろにオフセットして、はいはい、そうこれが長くなってるという900用の光るマフラー、だこれが市販されてないんだよね、これそうキットじゃないとその900にしないとついてこない、はい、というわけでこのカーボンのカバー付き の、 このエキゾースト、はい、そしてなんとこれがイルミネーション付きということで、そうです、そして上も、はい、そうこんな感じで専用のラックが乗っかってると、でこのカーボン製のカウルもついてる、はい、はい、これが LED がついて、その LED が爆光というあの目つぶしかっていうぐらいとてつもなく明るい LED が、はい、これ2段でついてるんですよ、ね、そうですね2段でついてて下が6個、はい、上が28個かな、ああですかね、はい、めちゃくちゃついてますとてつもない明るさ、はい、だこれがちゃんとあのファッションじゃなくって、そうあのオフロード、そうですね、砂漠とか岩場とか夜中だとライトなんてないんで、じゃ本当にだから走る場所を選ばない、うん、そうですね、どこでもこの快適にどこでも行けるっていう車みたいな、はい、うん、快適、うん、快適、はい、そして当然これ、はい、ラックが乗っかってるんで、はい、サンルーフは開かないということで、そうです、こう開けるともうラックしか見えませんなんかプロフェッショナルもあ、そう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 、そうです、はい、同じくこんな感じ、そうです、そしてですね、はい、これ問題のリアセクションいきますか、いきますか、はい、というわけで今回 XLB ということで、はい、長くなって車高が上がって、はい、トラックになってます、はい、ちょっとトラックの部分をねまあ、いろいろ SNS だったりだとか、はい、ホームページだったりとかで、はい、事前にこう発信されてたんで、はい、存在自体は知ってましたけど、はい、こう実車を見た時の驚き、はい、いやもうね、僕もそのハンブルクで見てもう後ろばっかり見てましたもんね、開けてこれいいなって正気かっていう、そうでしかもこれすごいのが、はい、これだけ大胆な加工をやってるのに、はい、なんだろう、ワンオフ感があんまりないというか、そうなんです、はい、本当に純正クオリティ、そうブラバス本社行った時にちょうど作ってたんですよ XLP をもう1台、それ見てたらもうちゃんとなってるんですよ、そう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 、キットでカウルが置いてあって、でブラバスなんで言ったら品番も全部入ってて、でこれをじゃあバラバラしたやつシャシー持ってきてそこに組み合わせて、もう本当に自動車メーカーだな、うんうんうん、はい、
いやもうなんか切って貼ってどうにかこうにかトラックにしましたそうそうそうっていう感じじゃなくって、はい、本当に原寸大プラモデルみたいにそうそうそうもうキットがされててちゃんとパコパコつけれるっていうちゃんとくっつく、はい、そうです。でもちろんこれをつけるには当然こう長くなってるんで、はい、このラダーフレームも延長されてると、はい、うんそうです、ね、で当然強度が必要なんで、はい、あの強度補強されて延長されてホイールベースも長くなってる、はい、長くなってで当然ホイールベース長くなってるんで、はい、プロペラシャフトとかも全部長くなってる本当にあの、うん、あのまず最初に誰が考えたんやろって思いますよね本当だよねトラックをしてみようって確かにそうでも、うん、ゲレンデのトラックって仙台まで遡るとありますからね、まあ、そうあのランドレーも言ったらそうじゃないですか、うんうんうん、そうでもなんかじゃあこれで作ろうってなったら普通は後部座席を潰して作るっていうイメージになるんですけど伸ばしちゃおうっていうのがすごいなって思いますね。でも多分ランドレーもおそらくブラバスがかなり関わってんじゃないかなってだってプルマンもブラバスですもんね。ブラバスはやたら長いのが得意かもしれないです。だから純正 の, なんかその特殊な仕様を受け負ってるのがブラバス車っていうことで防弾仕様とかあそうです、ね、あのプルマンとか、はい、あとは某ハイパーカーにエンジン供給してたりとかもしてるらしいんで、おそらくその辺もあって、はいまあ、この辺に生きてるのかなと。というわけでこのトラック化するのに、はい、ここから切り取って、はい、後ろのパネルをくっつけて荷台を乗せてる乗せてますで荷台は荷台でこの、はい、なんていうのこれこれ何ていうんですかね、はい、あのパイプフレームみたいな感じですよね、はい、この辺が入ってたりだとか、はい、後ろも当然だからこの辺が作ってる感一切ないのね、うん、そう本当に何やろこ言ったらもうここの感じとかそう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 もうそういう車ってなってるじゃないですか。全く存在しないもののはずなのに、はいはい、プレスラインは全部揃ってるし、はいでここね、モールはもう全く同じ形状で、はい、こんなモールだから純正で存在しないはずなのにそうですよ、ね、モールもちゃんとあって、はい、リアのフェンダーもこんな感じで、うんはい、そして後ろもこんな感じで、そうですね、後ろもモノブロック ZHDD、はい、22インチが装着されてると、はい、そうです。これ車高えげつないね本当に、はい、本当にこうあのダメだけどこうやって乗れるやつですね。もうそのぐらいラフに使っていい車になってる。そう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 、で当然後ろも、はい、もう全部やり直してます。もうアームスプリング、はいはい、もう全部変わってます。だ本当にブラバスが一から車を作り直してる車っていう、はいうんはい、こんな感じになっております、はい、さあ、はい、一番重要な後ろに回ってきました、はいはい、ディアセクションここ900、はい、この部分に関してはエンジンルームで、そうですね、はい、ちょっと後でご説明します。900馬力の証でございます、はい、そしてあとはこの辺はそうこの辺は多分ね、はい、あのワイドスター、まあ、ここ見たら分かりやすいですかねワイドスターってこれないっすもんね、この何やろこれ確かなかったっすよね。ないね、長いんで。そうですよね、長いし、ここそワイドスター使ってますけど、そうここは作り直し、ここは違うしっていう、はいというわけでこんな感じ。この辺パッと見るとワイドスターっぽいんですけど、ここの上から怪しいんですよね、はいはい、なくなっているっていう、 そう、はい、そして、はい、行きますか、開けますか、開けますか、はい、じゃあちょっと失礼します。はい、こんな感じでなんとトラック化されていると。はい、すごいねこれ。もうね、なんて言ったらいいんですかね全部このウッドの、はい、はいフロアになってる。そうでこれがあのツッチーから教えてもらったあのブラバスマリンのウッドで、はい、だから多少濡れても大丈夫っていう、まあ、そこがねもう陸と海を触ってるブラバスからすると確かにそうなんか夢のコラボだなって。最近だとバイクなんかもやってますか。そうバイクも KTM でしたっけ、うん、そうバイクもやってああいうものの技術が生きてると。だからあとはソラスね。確かに今後やりそうな気配もなくはないですね。なくはないですね、はい、そして中は同じようにこのザラザラの塗装で内側全部処理されてて、はい、これ全部処理されてて、はいはい、で端っこに箱がついてて、なんか箱がついてなんか小物入れ、はいはい、まあ、この手の車ですからね、まあまあ、いろいろなんかロープだったりとか、はい、そういったものをしまうようになってると、はい、そしてリアのウィンドウ、はい、そう、はい、おそらくガラスはそのまま移植されてるんじゃないかなとだと思うんですけど、なんかちょっとちっちゃく見えたりもするんですよ、ね、確かに車がでかすぎてそうちっちゃく見える、はあはい、あとあのいらんだろっていうワイパー、確かにそうワイパーもしっかり移植されてると、はい、そしてその上には作業灯も、そうですね、後ろにも、
追加されているということで、はい、前のよりはちょっと粒がちっちゃそうですね。リアのだから作り込みもすごいよね、うん、だからこのモールのさこういうカバーだったりとか、ね、あ全部本当に純正クオリティ。もうだからこれもねここで終わってるモールなんて普通ないですからね。だから多分それはちょん切ってんじゃないかなって思うけど、切ってここギュッてしちゃってるんですよ。そこに関しては全部上側が処理されてて、はい、こんな感じになってると。イカれてますねいい意味でね本当に、はい、さあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、これエンジンルームはあのオートサロンで展示させていただいた時もほとんど開けなかったんで、はい、ああまあまあそれ以外に見てねっていうところが、はい、見る方もかなり少ないんじゃないかなと。こちらです、はい、ご覧ください。はい、あの名前の通り、はい、900馬力のエンジンが乗っかってると。はい、でこのスペックからいきますね、はい、排気量の方が 4407cc、はい、通常ゲレンデって4リッター V8 ツインターボ、そうですね 3990cc かな、はい、なんと排気量がアップしてる。アップしてます最近ボアアップって聞かないよね。そうですね、昔はあのねあの RB26 で 2.8 リッター 3.1 リッターってありましたけど、うんうん、チューニングカー全盛期の頃はそういうこともありましたけども、はいはい、なんと現代、うん、そう、はい、排気量アップして、今までやっぱタービン交換してコンピューターとか触ってで800馬力でさらに上に行こうと思うとやっぱり排気量アップになっちゃうんだなっていう、はい、そしてエンジンの方がこれボアアップなんですけども、はい、シリンダー拡大、うん、はい、ピストン大きいものもそうなんですけど、はい、クランクもこれ交換されてるらしいです。へー、はいはいはい、でコンロットだったりだとか、はい、あとストロークもアップして、あ、でトータル 407cc、まあ、だから 400cc ちょっと、はい、3998かなんかだったんで、はい、400cc ぐらいボアアップ、はい、されてると、排気量アップされてる、はい、で馬力の方が名前の通り900馬力、900馬力、はい、トルクの方が 127.5kg です、はい、うん、あのニュートンでいうともう余裕で1000ニュートン超えです。そうですよね、はい、もうアベンタとかより馬力がちゃんと出てるっていうあの SF90 みたいな。そうですよねそれハイパーカーとか、はい、ちょっと EV みたいなパワーになる。もうそうですね。ただこれ資料に書いてあったんですけど、はい、もっとトルク出そうと思えば出せるらしいです、はい、ほうほうほう。ただあのミッション保護のためにもうセーブしてあるらしいです。そ、もうそれ以上出しちゃうと、はい、もうミッションが壊れちゃう。あ、なるほど、まあ、一応安全マージン確保した上で、はい、まあ、マックス出せる馬力まで出てると、はいはい一応ちゃんとそこは理解があるんです。あります、はい、で、これによって0100なんと 4.4 秒。こんなに重たいのに、はい、これあの 4.4 秒って別にこうスポーツカーからしたら、はい、もう全然もう2秒台もいるしって感じだと思うんですけど、まあまあまあ、驚くことなかれ、はい、この車なんと 3.6 トンぐらいあります、はい、あのうちの積車に乗せると傾くらしいですねだからもう本当にだからトラック、はい、あの普通に荷物配達するトラック、はい、あのレベルの車が 4.4 秒で、はい、なんとマックス210キロ。もうこうなってフル加速していくタイプの、はい、でしかも210キロもリミッター作動なんて、あ、もっと出るよと、はい、リミッター解放すればもっと出ると、はい、まあ、一応セーブしてそのスペックという、はい、とんでもカーになってる。怖くて出せません、はい、というわけでそれに見合ってエンジンカバーなんかもこの赤いレッドカーボンだったりとか、あとはその組み直してるんで組み直してる方のサインが入ってたりだとか、うん、あれみたいですね、 AMG のエンジンみたいですね、はい、であと別 あの動画なんか確認してもらえば分かるんですけど、はい、あのコンロットとかにも全部ブラバスってロゴ入ってたりとか、へ、はい、全部エンジン加工して、あ、はい、これが搭載されてると。でこの900馬力っていうのが、はい、そのままいつでも900馬力出るわけじゃないんですね、うん、そう、あのこの給油口のところにポーションが貼ってありますけど、なんとレースガス対応、そう、オクタンカー102、はい、100オーバーのレースガスを入れた時だけ、はい、100馬力マックスの900馬力が出せるということで、はい、でもまあ普通の廃屋ガソリンでももちろん乗れますし、はい、何馬力出てるんですかね普通の廃屋だったら。まあでも単純計算で800馬力以上は絶対出てるはず。あ、そうですよね、はい、まあ、通常のあのタービン交換でも800馬力は出るんで、うん、あ、確かに、はい、それよりは出てますね、まあ、もちろん組み込んだ時ですけども、はい、まあ、マックスいけるんじゃないか、はいはい、こんなとんでもエンジンになっていると、はいはい、であとはですねもう一個ポイントがあるんですよね、はい、あの紹介したはいいけど、はい、あのボンネットが閉められない。そう、閉めれないですそう、あのこう左右から押さないと閉まりません。あの軽くこう開けちゃうと高さが2メートル超えるんで、もう届かないんですよ、はい、閉められないということで、はい、まあ、整備性に関してはもうちょっと果てのマークですけど、うん、ロマンですから。ここにオートサロンで開けても閉めるのがめんどくさくなっちゃう、はい、
そういうわけでこんな感じのエンジンルームになっております、はい、じゃあ続いて内装もご紹介させていただきたいと思います、はい、内装がびっくりですよね。そう、もうコンプリートカーなんで、はいはい、もう全部やり直してある、はい、もうね、純正の場所はどこですか？ほぼないです。ほぼないです。というわけで、はい、まずは全体的な雰囲気をご覧いただきましょう、はい、こんな感じで、こんな感じに、はいはい、基本的にボタンの配列とかは変わってません、はい、でもありとあらゆるパーツがレザーが張り替えられており、スイッチ類がレッドアルマイト加工されており、これスイッチもロケットレッドにペイントされております。でなんと、はい、このロケットレッドにペイントされた点数、はいはい、200点以上です。なんかもっと多そうに見えますけどね、はい、というわけでもうドアから見ていくと、はい、このドアロックピン、はい、ロックピン、まあ、これはね、はい、皆さんあの見覚えがあると思います、はい、色がおかしいだけで、はい、あのシルバーのやつはありますからね。そうそうそう、はい、だから上にちゃんと B マーク入ってて、でこのこっちのスイッチ類、はいはい、ファーインドのスイッチ類も全部ペイントされてる、全部変わってます、はい、でもうこのシートからブルメスターの、まあ、あとドアノブ、はい、こちらも全部変わっております。で、まずこのベースのレザーからこれもう変わってます、はいはい、ここから全部、ね、これ全部張り替えられてるんですね。張り替えです、はい、ドアが。そうだからこれがなんか最近のあのブラバースの、何でしたっけ、マスターピースはみんなこのレザーの模様になってて、はい、まあ、マスターピースっていうのがもうその最上級の、はい、そうですね、もうインテリアカスタマイズに与えられる称号、はい、というわけでこのドアポケットの中も全部レザーで張り替えられて、はい、でなおかつこのパンチングもこの外側、扇状の外側に向かっていくにつれて穴が大きくなるパンチング、これはあの、はい、簡単に真似できないようにそういう特殊な技術を使っているらしいです、はい、で実際そのパンチングの穴を開ける機械も岡店長見てきましたからね。見てきました、はいはい、全部自社でやってる。そうそうそう、レザーのところが一番スペース取ってるようなイメージでしたね。確かに、あの大きい台で置いてバーって裁断から何からって感じだったんで、このステッチも全部自動で、そう、はいはい、でこのポケットの中も、はい、全部レザーで、そしてこの下側も全部レザー、はい、そうです、もうここからここから全て買っております。でここにちょっとモノグラムみたいな、はいはい、そうそうそう、これはこれ何なんですか？これはですね、はい、岡店長何かに見えませんか？数字っぽくない？7と7ということは1977年ブラバスの創業の年をモノグラムにしてるという。すごっ、はい、そうなんや。モノグラム名は何だか分かんないですけど、その77をモチーフにしてやってると。でこれがインテリアの至る所に、はい、そう、すごいなんか気になってたんですよ。だからあのこれね、あのドアバイザー、バイザーのとことか、そうそうそう、バイザーとか、はい、このニーパッドのとことかね、はい、そう777、はいはい、各部に使われてると。あ、そうなんや、これ何なんじゃろうなと思ってたんですよ、はい、へえ。そしてですね、うん、そのレザー張り替え、はい、このロケットレッド、はい、この組み合わせはもう全てにそれが適用されてる、はい、ダッシュボードもステアリングも、ね、ここから、はい、もうこの辺もうみんなよく押すパーキングまでそうですし、はい、ステアリング、このスイッチ類も全て、エアコン吹き出し口で、ライトにパーキングブレーキ、はい、そしてあのみんなよくつけるペダル、はい、あれもちゃんと全部ロケットレッド、はい、だから63だから本当はナッパレザーのダッシュしかないところを、はいはい、この全部さらに上質なレザー、この脂肪ありのレザーに張り替えられてるんですよね。ちょっとクラシックな雰囲気もありつつ、うん、確かに、はい、それありますね。こんな感じで、でもっとすごいのは、はい、このセンターも全部それが、はいはい、もう踏襲されていると。全部変わってますというわけで、こんな感じでセンターコンソールも全部、はい、そしてあらゆるところがカーボンになってると。そうなんですよ、センターコンソールのこのパネルも、はいはい、これすごいね、全部カーボン、はい、あとちょっと岡的に好きなのがあのセンターコンソールの横、あのブラバスロゴが入ってるそのエンボスで、そこなんですよ。あ、ここそう、ブラバスブラバスブラバスって入ってるのが、なんか全部エンボスで、ちょっとあのテックアートの99にもあの入れたじゃないですか、はい、テックアートロゴを交互に入れて、やっぱ
ちょっと岡のセンスにブラバスがついてきたかな。寄せてきた。そう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 、はい、うん、こっちの方が先にできてたんですけど、ね、はい、というわけでこんな感じだった、はい、であとは、はい、あのここ時計いろんな広報というか資料、はい、900XLP のニュースサイトなんか見ると、はい、パネライがハマってますって書いてあるんですけど、うん、はい、あのパネライがついてるのは僕調べなんですけど、はい、広報車の1台だけなんです、はい、へえ、はい、でもどうせだったらパネライが良かったな。なんかそういうメニューもあるみたいです、コンプリート作るとき、ね、はいはい、もれなくパネライがついてきますっていうニュースサイトいろいろ書いてあるんですけど、はい、うんうん、それは嘘です。なるほど、はい、そう、でもシグネチャーナイトでもあのね、本ちゃんのパネライ売ってましたもんね。そうそうそう、コラボしてるんで今。そう、なんかすっごい、はい、あの言葉わからんけどすごい営業されて、パネライのあのブラバスモデルのやつ、そうそう、はい、あなたの腕になんかお似合いですよみたいな雰囲気を買っちゃおうかなってそんなのも今やってると、はい、そしてですね、はい、他にもいろいろ手が入ってて、なんと何よりすごいのがこのフロア、そう、カーペットまで全部レザーなんですよ、これがマットじゃないから、マットの下こう、はい、マットの下のカーペットまで全部このパンチングとステッチの入ったレザーで置き換えられてると、はい、で当然マットもレザーになってる、はい、マットもレザーです。これ乗れないじゃん、踏めないじゃん。そうなんですよ、だからさっきまでカバーしてましたもんそう、なんでフロアマットに気使うんだろうっていうね、はい、というわけでそんなところまでしっかりやってある、はい、そうです。そして、はい、上に行くと上もこんな感じで、先ほどちょっと触れましたけど、はい、バイザーが、はい、そうですね、はい、この変わってて柄になってて、はい、でスピーカーグリルとかスピーカーグリルも赤くなってると、はい、はい、あのインナードアハンドルもね、はい、あの上のカーボンに、あれもカーボンになっててちゃんとなってる、はい、はい、でも全部変わってるね。そうなんです、もう全て、はい、こんな感じ。本当に。そしてシートはこんな感じで、はい、はい、そうです、ブラバスのマークが入って、マーク入りのヘッドレストと、はい、背中もこんな感じで張り替えられてる、はい、で、はい、ど真ん中にマスターピースと、はい、これがマスターピース、はい、はい、かっこいい。最上級のカスタマイズ施したやつにこれがつくと、はいはい、内装のマスターピースと、あと外装のマスターピースもあるんですよね。そうですね、この前、はい、あの GLS マイバッハ作らせていただいた時にエンジンチューンもやって、向こうからあの、はい、見事マスターピースのエンブレムいただきまして、やりきるとこの称号が、はい、外装には貼らさせていただきましたね、はい、あとあのメーターも、あ、メーター、じゃあ岡店長、そうなんですよ、オンにしてもらっていいですか。よいしょ、こうメーターもこんな感じで、はい、ブラバスにちゃんとなっております。なんとメーターの方も AMG のメーターからブラバスのメーター、はい、そしてゲレンデ通常280キロなんですけども、はい、なんと300キロのメーターに、そうです、はい、変わってます、置き換わってると、はい、これすごいね。まあ全然メーカー違うんですけど、ランボルギーニ大阪のちょっと仲いいサービスの方が来られてて、でちょうど XLP 見ながら話してたんですけど、メーターも変わってるんですよって言ったら、意外とそっちの方が簡単みたいですね。あ、そういったプログラムを変えるだけで、うん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 、で、言ってたのがテスラですごい台数リコールが発生したんですよ、アメリカで。それがアメリカでメーターとかの表記は何もやったかな、3.2 ミリ以上ないとダメっていう法律があるらしくて、ちょっと足りんかったらしいんですよ。でそれがテスラ その販売した全台数リコールってなって、大変だってなったんですけど、もう秒で終わるプログラムだけで終わるんで、あ、全部通信で、そうそうそう、だからすぐ終わったっていうのを言ってて、ちょっと面白いなって、はい、だこれメーターのカスタマイズも、はい、この仕様はちょっと分かんないですけどできるんですよね、はい、そう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 、はい、だからあのメーター外して送って、ドイツ送って、はい、でやってもらうなんていうのもできる、はい、そして あとね、そう、ね、いや、まずこれあの、はい、ワイドスター組むと来るエンブレム、はいはい、これもちゃんとそのロケットレッドになってるんですけど、僕それよりすごいのこれなんですよ、ブラバスっていう車ですよって言ってる、はい、まあ、ブラバスは基本的にそのドイツで自動車メーカー名乗れる、そうですよね、はい、あの認証取ってるんで、はい、まあ、そういったことも今回も本当は車検証明をブラバスにしたかったんですよね。それは残念ながら叶わなかったので、そう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 、はい、そして今回ソフトクローズも、はい、そう、はい、これは国内で、そうです、はい、これを追加で付けたということで、ソフトクローズも付いてると、はい、そして肝心のリアいきましょうか、いきますか、これちょん切ってトラックになってるということは、はい、どうなってんのよと、はいはい、じゃあ本邦初公開かもしれないです、はい、
はい、そう、リア意外とサロンでも開けてないですもん。そうね、じゃん、はい、こんな感じです。はい、まあ、基本的にはフロント同様、はい、全部レザーで張り替えられて、はい、このロケットレッドで全部ペイントされてる、はい、そしてカーペットも当然同じように全部レザーで、コンパまで変わってますもんね、はいはい、あ、確かにそこも全部赤く塗られてる。そこも変わってるんですよ、はい、そしてリアの座面だったり背中も同じように全部張り替えられてると、はい、そうです、はい、でちゃんとマスターピースのバッチもついて、はい、そしてじゃあ後ろどうなってるかっていうと当然そのままリアのガラスになるんで、はい、こんな感じで、はい、まあ、元々リクライニングはできない車ですけど、そうですね、まあ、この方からちょっと斜めにはなるんですけど、はい、あの多分ノーマルと変わらんぐらいのスペースかなと思いますね。そして中のこの作ってる感がない、はい、そう、本当に綺麗にガラスも収まって、ね、はい、さすがプロパース、最初からこういう車新車だったみたいな感じですもんね、クオリティの内装になってる、はい、そして後ろのハンドルなんかもこのカーボンになってたり、はい、そして天井にこのメーターが追加されていると、回転すると今、まあ、パーキング入ってますよと、はい、スピードメーターがあります、はい、でこれがこれなんだ、温度、温度です、温度、外気温、これは、日付、日付と時計ですかね、時計ですね、あ、本当だ、はい、9時、9時何分で、これが G メーター、 G センサー、はい、の5種類、はい、すごい、これこれ後ろ77だ、あ、そうなんだ、はあ、これちょっと映ってるか分からないですけど、この背面もちゃんと、はあ、そう、こっちも77だ、ほら、はあのモノグラムになってると、これかっこいいっすよね、すごいね、おしゃれあの紹介しますとこう言っときながら2人で感心して、そう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 、はい、すごいおしゃれ、これあとここもで、そこもちゃんと、ね、レザーになって、はい、レザーのこの77のモノグラムになってるという、はいはい、いやこれはすごい、すごい、ここもここも買ってますもん、はい、はい、あ、このシートバックも全部レザーで張り替えられて、はい、この77の、うん、であとシートのこの脇の本来プラスチックとかのパーツも全部レザー巻いてますね、ステッチが貼られてる、さすが、これはすごい、はあ、いやもうなんかちょっと感動しますよね。いや本当にね、はい、そういう感じよね、はい、なんかおすごいなっていうよりも感動できるレベル、うん、そうで内装が全てカスタマイズされております、はい、では最後になりますけれども、はい、あの外装のコンプリートは数多く作らせていただきましたけれども、はい、やっぱりこの本国が全部作ったフルコンプリート、うん、もうブラバスの技術を見てくれっていうののもう結集、技術の結集っていうんですかね、はい、だから本当になんかカスタマイズしたというよりかは、はい、もう本当に全部作り直して、もう自分たちのその技術力だったりだとか、はい、まあ、センス、芸術性だったりとかっていうので、うん、はい、もう一回こうゲレンデを組み立て直した、はい、もうそんな車、もうそうですね、ちょっとだからアメリカとか日本とかのカスタマイズとはやっぱりドイツ風な文化があるん で、うん、やっぱり違うなっていうのを感じました、はい、やっぱりそういうのを見てくるとちょっとこうよりそういうこともできるんだってなったらやっぱレパートリーも増えますし、でちょうどこの子の雑誌の取材、あの元禄さんの取材の時にライターさんと喋ってたら、あの EQS を乗って東京から伊勢まで行くっていう記事を書いたらしいんです、うんうん、でそれで行ってたらやっぱりもう充電が、うん、あのやっぱ充電してその時間を潰さないかんっていうのが、でもそれでライターさんも思ったのがやっぱり中にずっと待ってる人もいるじゃないですか、そのもう出歩いてとかもいいんですけど中に乗ってたらより内装を見るようになったって言ってたんですよ。あ、だからやっぱり内装が普通のストックよりはやっぱり自分好みに変わってる方がっていう話をしてて、でやっぱりこの子乗るとその、まあ、ちょっとその雑誌の取材で乗ってとかいう時に乗ってるとやっぱり内装がこれだけ違うとちょっとこっちもテンション上がってくるんですよね。で内装のやっぱカスタムっておいそれと手を出せる部分ではないのはもうもちろん高いよ、そうなんですよ、承知の上なんですけど、これからちょっとそのあたりを
もっとやっていきたいなとは思います。確かにその高いハードルだからこそ超えた時のこの満足感というか、はい、う外装カスタマイズの満足感にないこの満足感、はい、そうですね。外装はやっぱりその決まってるキットをちょっと塗り分けたりとかぐらいしか触れないと思うんです。あとはもうホイールで個性を出したり。でも内装はやろうと思えば自分の好きな色にできるわけじゃないですか。確かに無限大だよ。ピンクでもいいし黄色でもいいし緑でもいいしって、でここをこうしてパイピングだけ変えてステッチも入れてとかも、まあ言ったらテックアートの時もそうですし、やっぱりそれだけできるってなったらちょっと面白いなと。確かに、はあ、僕のお客様でその S63 をこれからブラバス発表したらもうフルで行こうって話してるんですけど、やっぱ内装もやりたいなってちょっとこっちも思ってきますし、はい、なんか内装もできるんですよね。そうでも車を送らないといけないというブラバスの場合今もうシートだけ送ってとかを対応してないらしいんで、だからやりきるしかない。そうもうあの世界に1台の車がそれでもできますよっていうのはやっぱ大きいかなって思います。なんでまあ気になる方がいらっしゃったら、はい、ぜひ岡店長にご相談いただければ、はい、もうねどこまでカスタムってやっぱ無限だなって思いますね、はい、あとねもう一個思ったのは、はい、あのこの車ありがたいことに今回撮影だったりだとか、はいまあ、あとその輸入した時、うん、僕もあの乗らせていただく機会があったんですけど、はいはい、あの体験が違う普通の車に乗るのともうねめちゃくちゃ話しかけられるし、はい、そう見られるし、もう普通の車を乗ったんじゃ得られない体験が、はい、やっぱりこういう特殊な車両ってあるんだなっていうのを思いました、はい、その雑誌の取材で早朝6時に梅田で撮ってたんですよ大阪の。もうね今から仕事だっていうサラリーマンの人たちがすっごい声かけてくれましたあのこれ俺の知ってるゲレンデじゃねえなって言われてだそういうちょっとこう、はい、目立つ体験が好きな方とそうでない方いらっしゃると思うんで、はいまあ、皆様に会うとはまあ言えないんですけども、はい、やっぱりちょっとこう人を驚かせたりだとかそうですね、はい、会って言わせることが好きな方には、はい、やっぱりこれ以上の体験できない車だなっていうのは、あとはもうボンドグループのお客様で一番多い、あと人と被りたくないっていう。確かに絶対被らない。絶対被りません、はい、世界に10台しかなくて、でもう1台輸入しようとしたら、うん、やめてくれって言われましょう、ね、はい、まあ、プレミアが、そうそうそう、はい、プレミアになっちゃいますし、まあ、10分の2になっちゃうんですからね。そう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 、はい、ただブラバスは他にも、はい、あの面白い車いっぱい作ってるんですよね、はい、それこそ 6x6 もありますし、はい、まあ、あとは各車種そう、ね、ロケットがあったりだとか、はいはい、やっぱりそこはすごい面白いんで、やっぱりもうブラバスはちょっとまあ違うなっていうのは、うんうん、すごい体感しました、まあ、そういう、もう普通じゃ満足できない方、うん、はいはい、カスタム重症患者の方はぜひ岡店長にご相談いただければ、はい、もうドイツ本国のコンプリート乗るなんていうこともできるかもしれないのでぜひご相談ください、はい、というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Somebody like me.